私はこの場ではここカメラマンの補助みたいなそういう役割をしております。ミュージシャンの太田さん、それから畑中さんはすごく楽しませていただいてます。ありがとうございます。昨年でしたか、ここで現代音楽のね、コンサートの企画が始まった時に、神社で現代音楽っていうちょっとはてなっていうふうに私正直思ったところがあったんですけど、今日はね、なんか一番こうしっくりきたっていうか、私の中でストンと落ちたような気がします。神社ってすごくこうなんていうかな、こう飾り気のないこう空間ですよね。こう神木があって、こう質素なね、社の建物があって、そういう中で現代音楽ってどういうんだろう、あまりこう贅肉がないこうとか飾り気がない音楽じゃないですか。でしかも今日はその、声と、それから打楽器、叩く音の鼓動ですよね。でこれはまあ人間がこう一番最初に手に入れたこう音楽の一番プリミティブな形だと思うんですけど、まあ、それがこうこの神社の雰囲気とすごく合ってるなっていうことをですね、感じました。であと今井さんのトークも楽しませてもらってます。曲もこの後出てくるんですよね。なんか楽しみにしてます。で申し遅れましたけども、私はもう、この中川運河とかこちらの神社と、まあ、少しささやかながら関わらせて